さて、屋上着きましたねと。ステフおるな。ステフ、ビッグニュースって何？実はね、もうすぐこの町を出るつもりなの。え？旅に出るんだ。昔みたいにさ、もう待ちきれないよ。ビッグニュースすぎるやろ。本当なの？どこでも自分の好きなとこに行って音楽やれるんだよ。まさかあの感覚をまた味わえるだなんて。え、なんでなんで？私も嬉しい、応援はしたいけど。ちょっとまだいろいろな、まだ残ってるけど、応援はしたいけどやな。いなくなるってことだよね。応援はしたいけど、でも。ねえ、ほら、待って。泣くのは後。力貸して。なんや？え、まだタイファン社。幸運の女神様に、行き先を決めてもらいたいんだ。え、バラも渡したのに。私が決めてもいいことないと思うけど。いいから。うわ、なんか3つから選べやん、これ。ほら。ベルリン、セーラム、海。海って。なんだ、海って。ベルリンもセーラムはちょっとどこかわからんけど、マサチューセッツか。海。俺海好きやから海でええかな。どこの海でも。ザ・ミドル・オーシャンって書いてるけど。へえ、そうきたか。じゃあ、海ではどんな仕事をするの？仕事。船上ライブバンド。海底の研究所で働く。船上ライブバンドやろ。うちに来てほしいってオファーが来るの。クルーズ船のライブバンドからね。楽しそうじゃん。古いロックとミュージカル曲、それにビキニキルを融合させてさ、ナリキンドムを洗脳してやる。オリジナルの曲もやったらいいじゃん。クルーズ船でしか聴けない音楽だって話題になるよ。いいね。で？なかなかいい感じのプランなんじゃない？なら一緒に行こう。え、そうなるよな。海に？そう、行こうよ。最初は他のとこでもいいし。どう？シアトルには友達もいるし、まずそこから始めて、それからカンザスでもベガスでもどこでも行けるよ。ちょっと待って、これ選択来るよな。アレックス、無理強いはしないよ。でも人のために頑張るだけじゃなくて、自分の夢を追いたくないの？いや、そうやけど。アレックスもさ、自分のために生きようよ。どうする、アレックス。私、あんたのこと愛してる。愛してる、いただきました。マジで。これからもずっと一緒にいてほしい。ハグする、キスする。うわあ。キス。不安がってる。キスしてよ、アレックス。お願いだから。する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 。いけいけ、アレックス、いけ。キス。うわ、背伸びしてる。月9や、月9。全開。うわ、ちゃんとチューしてる。うわ、爆発。ハッピーオーラ大爆発。どこまで飛んでいくね、ハッピーオーラ。うわ、空まで届いた。オーロラまで出てきましたよ。こんなん初めてちゃうか、アレックス。今すぐ決める必要なんてないからさ、ね。どうしたいのか考えてみて。これさ、分かった。タイフォン社との決着ついたら、ありがとう。選べってことよな、多分な。この町に残るか、ステフと一緒に出ていくか。会場に戻るよ。後でね。
めちゃめちゃすごい選択させられるやん。うわ、ステフがめっちゃ可愛く見えてきた、マジで。はあ？浸ってますやん。USB、パイクに渡してないな、まだな。ねえ、兄さん。待たせちゃってごめんね。うん、そやな。ようやくわかったんだ。あの日何があったのか。誰のせいであんなことになったのか。せやな、大元はリーナが悪いな。でもこれからどうなるのかを考えるとちょっと怖い。タイフォンのことを解決した後も生きていかなきゃいけないんだから。いや、そうやで。また兄さんのいない日常を。海行くことな、ステフと。考えなあかんし。本当は兄さんから人生のやり直し方を学ぼうと思ってたんだけど、一人で頑張ってみるよ。見守っててね。いやー、あー、歌ってもうた。うわー、もうちょい老けさせてもらおうか。あー、そうだ、私ステフとキスしたよ。一応報告しとくね。一応な、一応報告しとくわ。うーわ、これがライフイズストレンジよ。エモすぎるやろ、マジで。そらこんな高い声も出るわ。ちょっとやめさせてもらおうか。 USB、 はい、渡しに行かな。パイクどこ行った、ほんで。ブラックランタン出た、多分。 USB 渡しに行くねんな、今からな、パイクに。揺らめきってそういうことかな。心が揺らめいてんねや。もういろいろ考えなあかんこと起こりすぎやな、バイク。よう。USB は？ほらこれ、タイフォンが兄さんの電話を無視した証拠が入ってる。なんかバイク。悪いが署まで来てくれ。え？なあ。本気や。お願いだ。ドッキリじゃない。俺なんかパイク怪しい、怪しいっていうか、そのなんか警察官としてのあれ持ってるんやろなと思っててん、ずっと。悪かったな、春祭りの真っ最中に。いや、パイクもお疲れさんよ。いえ、別に。茶は？もらう、いらない。ビールはないの？ビールはない、ビールはないの？ビールは？残念。さすがにな、書じゃな、書じゃ無理やわ。で、どういうこと？ USB パクった件かな。それともタイフォンの指示。単刀直入に言おう。ダイアンは君を訴えるつもりだ。うわ、窃盗の罪でな。窃盗の罪って、罪を犯したのはタイフォン。窃盗の罪って、USB のことやな。これ盗んだんだろ。中のデータは見ました？いいや、すまん。見てない。見れば真相がわかる。どうしてな、なんや、守秘義務ってやつか。見れば真相がわかるよ。あの事件の真相はまだ解明されてないでしょ。その真相に近づくデータがこれに入ってるの。残念だが捜査は打ち切りだ。打ち切り？上からの指示でな。なんとかしようとはしたんだが、証拠がなくて手が打てなかった。ある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 。すまない、目の前にある。
上って誰？証拠は USB の中に。上って誰？上って誰のことなんですか？ねえ。さあ、この組織はデカすぎる。大本社。俺にはわからん。マジか。でも、あの日起きたことはただの偶然じゃない。中のデータを見れば必ず分かってもらえるはずです。ま、分かった。仮にそうだとしよう。問題なのはこいつを盗んだってとこだ。証拠にできない。いやー、浅はかやったか。確かに盗みましたけど、そんなの関係ない。いやー、まあ確かに盗んだけど。わかりました。確かに盗みましたし、それは謝ります。だけど謝罪するだけじゃ済まないんだよ。いや、まあ訴えられたらな。まだ状況が分かってないみたいだな。そんなことないです。この件で訴えられたら君はまず負ける。それはつまり最悪10年の実刑を食らうってことだぞ。10年、執行猶予なし、刑務所行きってこと？訴えたいなら訴えればいい。うわ、これステフの言葉聞いてくるな。人のために生きるのもいいけど、自分のためにも生きろって。うわ、揺らめき、揺らめきや、これ。いや、パイクは絶対アレックスのことを思って言ってくれてるよな。刑務所行き？それじゃあ刑務所行きになるってこと？しかもそんなに長い間。落ち着けよ。まあ、彼女は確かに君のしたことに腹を立てちゃいるが、許してもいいそうだ。だってダイヤも上のこと嫌いもんな。何も見なかったことにすれば水に流すってよ。何も見なかったことにすれば。彼女はなぜそんなこと、なんでなん。絶対になんとかしてやるみたいに言うてたやんな、心の中で。なんで、なんでそんなこと。全部なかったことにしたいらしい。サインするだけだ。昇進決まったからか。それでええんか。嫌です。サインなんかしない。なあ、いや、あの鉱山には秘密が眠ってるの。あの日の夜に爆破を無理やり実行したのは、その秘密がバレたら困るから。そんなの許していいの？それはどういうことだ。あ、食いついた。全貌はまだわからないけど、同じ時間に古い行動で爆破を実行したみたい。理由はおそらく査察で見つかったらまずいものを埋めて隠すため。レアね、レア。ねえ、お願い、中のデータを見て。有害物質とかかな。パイクどうや。無理だと言ったろ。なあ、頼むからこいつにサインしてくれないか。いや、これは君のためでもあるんだぞ。絶対や。もういい加減大人になってくれ。パイク、怒ってはないが不安がってる。どうしていいかわからんねや、パイクも。何に怯えてるの？何？見てみろ。何？タイフォンの書類だよね。何が書いてあるの？タイフォン社セキュリティ部門調査対象アレクサンドラ・チェン。アレクサンドラ・チェン？敵対的感情要因兄ガブリエル・チェンがタイフォン社の実施した葉っぱに起因する事故により死亡。あ、ゲイブのことか、ガブリエルって。アレクサンドラ・チェン、アレックスのこと。兄の死後から今日に至るまでタイフォン社への敵対的感情が揺るぐことはなく、調査結果から鑑みても脅威度は高い。またこの人物はタイフォン社の機密データを所有していることが疑われる。対応優先度最優先、直ちに対応する必要あり。何これ、あれか、探偵か、電話してた。で、
H&B 私立探偵事務所、あ、電話してたやつやな。調査対象アレクサンドラチェン、調査対象がマック・ラウドンと接触後から尾行を開始、ライアン・ルーカンという男性と接触した以外は特記事項なし。調査対象は自宅で3時間過ごした Wi-Fi による画面監視により、逮捕者の歴史と訴訟記録を調べていたことが判明。うわ、調査対象はブラック・ランタンにて依頼人と会話、依頼人から何らかのものを摂取した模様。うわ、全部見られてたんや。さすが探偵やな。調査対象ライアン・ルーカン、ライアン、敵対的感情要因、親しい友人であったがガブリエル・チェンが、タイフォン社の実施した葉っぱに起因する事故により死亡。事故の現場に居合わせた人物で、友人を目の前で亡くしたことから精神が非常に不安定になっていた模様。現在はアレクサンドラ・チェンに協力し、共にタイフォン社を調査している。この人物はヘイブン周辺の地理に詳しく、住民とのつながりも強い。太陽優先度最優先。ステファニー・ギングリッチ、ステフのことか。親しい友人であったガブリエル・チェンが、タイフォン社の実施した葉っぱにより、起因する事故により死亡。アレクサンドラ・チェンに協力し、共にタイフォン社の調査を行っている。この人物は能力が高く、脅威になり得ると考えられる。太陽エセント、こう。直ちに採用することを推奨。はい。これ、脅し？だから言っただろ。相手は、タイフォンだぞ。世界的な大企業だ。あ、世界的なんや。ほど金があるし。弁護士軍団や政治家もついてる。なのに俺たちに何ができる？お手上げっつうやつだよ。わかるだろ？でかすぎんねん、相手が。真実を知りたい。こんなことが許される？いや、真実を知りたい。私はただ真実を知りたくて。あのな、真実はタイフォンにとって邪魔なものなんだよ。そんな、パイクもどうすることもできひんから不安がってんねんな。俺だってあんな奴らの好きにさせたくないが、歯向かったってひねりつぶされちまう。しかも少しの容赦もなくだ。これなんかジェドさんとかなんか助けてくれへんかな。なんなら俺を恨んでくれ。パイク、君を失うよりはマシだ。それ言われたらえぐいわ。この恐怖を取り除けば一緒に立ち向かってくれる。うわー、そういうパターン。でも追及を続ければステフとライアンにも危険が及ぶかも。いや、ほんまそれ。タイフォンに思い知らせてやりたいけど、そのためにあの二人を巻き込んでもいいのか。いや、きっつ。それマジか。これ重要な選択来るぞ。誓約書にサインする。恐怖を取り除く。取り除けばパイクは協力してくれて、タイフォン社に歯向かってくれんねんな。で、一緒に真実を追い求めて行動してくれそうになる。誓約書にサインすればステフとかライアンは無事にあれして、まあなかったことにはできんねんけど、アレックス自身もな、助かるし。いや、これどうやろ。これむずすぎる選択が。いや、でも俺真実、いや、タイフォン社うざいもんな。どうすることもできひんっつったって、この USB さえあればいけんちゃうかな。無理かな。いや、ちょっとごめんやけど取り除くわ。勝負してみるわ。アレックスは分かってない。このまま引き下がらなければステフたちだってどうなるか。そもそもタイフォンとやり合おうなんて無理なんだ。今までも奴らは全てを思い通りにしてきた。きっと今回も。いや、絶対に穴はあるはず。タイフォンは強くて大きくて勝てないって思うのもわかる。私だって怖い。でも勝ち目はある。いや、 USB が何より強い証拠やって。戦おう。おう、パイク、戦おう。力を貸してほしい。負けたりしないから。見てくれ、恐怖に負けないで。兄さんのために、兄さんのために、兄さんのためにお願いだからね。
少し時間をくれ。いや巻き込んで悪いけどパイク頼むわ。もちろん。それ見たら絶対何か変わる。もう帰れ。いいの？なあ死ぬなよ。死ぬなよって殺してくんの？逮捕じゃ事故に見せかけて。ありえるな。怖っ。いや帰ってきたけど、でもライアンとステフ心配やな。手紙来てる？ジェロさん？アレックス、時間ができたら下に来てくれ。ジェド、写真まで撮られてた。あいつらいつから私を監視してたの？ここも見られてるってことよな。うわーパイクの不安が来てるやん。ごめんちょっとアレックス、やばい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 。落ち着いた。これからどうすればいいんだろう。いや、マスターなら相談に乗ってくれるかも。いやそうなんよ。でもジェドさんやめとけとか言うてきそうやな。でもジェドさんタイフォン社からこの店、まずは着替えよ。もらったって言ってたもんな。まずは着替えよう。ん、あ、でも恋のキューピッド役成功だね。はい、なんかやってたんよ。なんかやってたんよ。イチャコライチャコラ。まずは着替えよう。なんかあるっけ、着替えあったっけ。ちょっとこれさえぐいな洋服ダンス。あ、またちゃう服やな。マスターと話に行こうかな。可愛らしい服。マスターと話しに行く。ちょっと他にできることなさそうやな。オッケーオッケー、ちょっとマスター話しに行こう。ジェロさんちょっと助けてほしいわ。これまだ入られへんよな。オッケー行こう。いや揺らめくわマジで。さあジェドさん、ああ来たか、座れ。どうやら思いのほか盛りだくさんの春祭りになったようだな。せやな。捕まったの見られてたか。お咎めなしだったようだがな。いや昼間はライアンたちとダイアンにちょっかい出してたよな。うわ全部見られてるやん。何か目的があったんだろう。三人がかりとはなかなか手が込んでる。いっちゃん端っこに座ってたのにな。ジェドさん、お前は昔のゲームそっくりだな。人を頼らない。でもこの町では皆助け合う。何かあるんだろう。まずはそれを俺に話してくれないか。ジェドさん、もう隠すのは無理か。うん、話そう。ショットを飲む。でかないショット、これがあれか、ボディショットか。違法な爆破の証拠をつかんだ。タイフォンはライアンを監視してる。まずは息子の心配させようか。心配させようかって。私たちあの事件とタイフォンの関係を調べてて、そのあの会社が隠した秘密を突き止めた。はい。それでタイフォンに脅迫されてる。ステフとライアンも。どう思う？脅迫？どんな？監視してるぞって写真を見せられたの。
でも諦めない。絶対に。答えを知りたいか。え、何の？何か知ってるの？知ってるのに黙ってたの？え？まさか、まさかジェロさん内通者？だってここもさ、タイフォン社からもらったもんな。知ってるの？あの連中が何を隠してるか。確かに鉱山、この町にはタイフォンが必要だ。だから闇の部分も見て見ぬふりをしてきた。はい。あの日埋められた秘密もな。お、やっぱ知ってんねや。話して。ああ、いいだろう。レアのことね、レア。ついてこい。ついてこい。えぐい展開になったぞ。鉱山か。さあ、着いたぞ。え、怖い怖い。何が、ここが何の秘密が埋まってんねん。ああ、そうだな。あっちに行くとイーサンを探しに行った採掘場で、町はこっちの方角だな。おう、電車通気口だ。あちこちにある。この辺の地下には巨大な坑道が広がってるからな。坑道、探してるものはその中だ。入っていいんすか？レアって何のことや。何？なんで悲しんでるの？ジェドさん？うわ、エグい。許してくれ。エグいって、タイフォン社に雇われたんや。けえー、ちょっと待てよ、ちょっと待て、ちょっと待て。パイクのエグ、ほんまの悪者になってるやん。ラープじゃなくてジェドさん、何のつもり？それ何のつもり？脅せば諦めると思ってたよ。やっぱジェドさん絡んでたんや。だがあの写真を使った脅しも効かないとはな。褒めてやりたいとこだが、今回ばかりはそうもいかん。パイクの上って。どうしてそんな。ジェドさんのことか。全ては12年前の事故のせいだ。あの日俺のせいで、あいつらはそれを隠すためタイファンと手を組んだ。互いの利益が一致したからな。マジかよ。ゲームのことはすまなかった。許さない。俺があの選択したから、パイクの誓約書にサインしてたら、えぐー、えぐいって。そういうことやな。ジェドさん、ジェドさんが全部証拠とかも突きつけてきたんや。で、パイクはそれ分かってたんかな。うわー、マジかよ。あんだけジェドさん優しかったのに、家賃もいらんよとか言ってくれてな。
ちょっとなんか何も言われへんねんけど。これがライフイズストレンジか。ごめん、ちょっと何も言われへんわ。次のエピソードでお会いしましょう。